アンニョン、皆さんこんにちは。おさチャンネル、本日のお料理はチーズタカルビ。最近流行りのお料理で、お家に出張のお料理に行かせていただいても、どこのお家でも大ヒットのすごくいいお料理になりますので、今日は満を持してご紹介していきたいと思います。まずはお肉。お肉は必ず水道水で洗いましょう。そうすることで表面の菌が取れますからね。塩素の力はここで借りましょう。今日の味の要となるタレを作っていきましょう。ニンニク生姜はたっぷりすりおろしていきます。かぁ、強烈、抗酸化作用の高そうな匂いです。こいつをビニール袋の中に入れていきます。お砂糖にコチュジャン入ります。マヨネーズ、唐辛子は絶対これ韓国産を使いましょう。日本の一味を使うとすごく辛くなっちゃいますからね。ここだけはこだわって韓国産でよろしくお願いします。最後にお醤油。これで特製ダレの完成です。お肉は切っていく前にフォークでブスブスブスっと刺して味が染み込みやすいようにしましょう。切る前にフォークで刺しておくのが簡単ですよ。お肉はだいたいこれぐらい、親子丼のサイズがちょっと大きいぐらいにしておいてください。あんまり大きく切りすぎちゃダメですよ。よーし、 OK。 切れたお肉は先ほどの特製ダレの中に漬け込みまして、このままよーく揉み込んでいってください。全部がまんべんなく赤色になりましたら、このまま冷蔵庫で1時間置いておきましょう。そうすることによって味がしっかり染み込みます。急いでるときはそんなにつけなくてもいいんですが、つければつけるほど美味しくなりますので、時間にゆとりを持って仕掛けておいてください。野菜はパンパンパーンと切っていきましょう。玉ねぎはキャベツの硬さに揃えるので薄めに切っていきます。だいたい5ミリぐらいのスライスにしておきましょう。人参はきれいに洗っても皮ごといきましょう。その方が栄養があっていいです。2分の1本って書いてあるんですけども、今日ちょっとこれ小ぶりちゃんですので1本全部いきましょう。人参も薄くスライスしていきます。いっぱい重ねて半分に、これぐらいの感じがちょうどいいと思います。薄さ2ミリの短冊って感じですね。キャベツは軸を取って一口大に切っていきます。今日の主役たちが出揃ったところでお料理していきましょう。用意してもらうのはこのでっかい26センチのお鍋。今日のこれは大フライパンです。これを中火ではなく弱火にして火にかけていきましょう。味付きのお肉を焼くときは中火ではなく弱火で温めて焼いていくというのが、焦げずに上手に焼くポイントなんです。5分経ってお鍋がぬくもってきましたので、今からお肉焼いていきましょう。ここでごま油をちょっと入れると香りが最高ですよ。これでしっかり漬け込んだ鶏肉を焼いていくんですが、音を聞いといてくださいね。いつもの鶏肉を焼くようなブリ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 という音は出てきません。上品に焼けていく感じの火加減がいいんですよ。そしてここですかさずお野菜も投入。これでもう一つ温度が落ち着きますので、蓋をして焼いていくと蒸し焼きでお野菜からじわーっと甘さが出てくるので、めちゃくちゃ美味しくなりますよ。さあ、待ちに待った蒸気がお鍋から上がってまいりました。中ちょっと見てみましょう。色がなんて綺麗なんだ。全くいいよね、これは。鶏肉にも程よく火が入っていて、玉ねぎも半透明になってきました。よし、これでバッチリだな。最後の仕上げ、こいつの登場です。
真ん中をちょっと左右にどかしまして、中央のラインに沿ってチーズをたっぷり投入していきます。かあ、もうね、こういう時はカロリーのことは考えない。とにかくたっぷり入れていきましょう。もういっちゃえ。よし、こうしたらもう一度蓋をしてチーズが溶けたら出来上がりです。それじゃちょっと中を見てみましょう。ご覧ください、こちら。おお、美味しくないわけがないんですけども、一応念のため試食してみたいと思います。うおー、マジでテンション上がるな。韓国の人いつもみんなこんな食っとるんかな。おー、なんて伸びるチーズなんだ。それではいただきます。またうまいものを作ってしまった。やば、ほんと美味しい。これお肉も柔らかいけど野菜がとにかくうまいな。ほんのり辛いんですけども、チーズが全てをまろやかにしてくれる。野菜もいっぱい取れるし、あったまるし、もうこれはね、冬には最高のメニューです。見てるだけじゃダメ、たっぷりの野菜でぜひ作ってみてください。動画をご覧いただきましてありがとうございます。面白かった、ためになった、もっと頑張れって思ってくださった方は、これからますます頑張りますので、右下の赤いチャンネル登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。